監督が代わって初のゲーム、ホームで2ヶ月ぶりの勝利なるか岩手。シーズンダブルの達成とアウェーでは3ヶ月ぶりの白星を狙う前を送ります。西から受けて和田が長いボールサイドを交換していきます。さあこちらは宮市です。宮市のクロス、オタボケネスヘディングシュート。いきなり右から崩しクロスを上げていい攻撃を見せました岩手。得点を生み出しています。岩手和田もゴール前で待ちます。宮市飛び込んでヘディング、岩手先制。25試合ぶり今シーズン4点目、宮市4得点はキャリアハイを更新。そして今シーズンホーム初ゴールとなります。アウトスイングのボール宮市が待ち構えていました。信じて送ったボール完璧に捉えました。宮市は今シーズン4得点すべてヘディングシュート。今日からこのチームを率いています。戻してさあ西のシュート強烈、しかしこれはわずかに左。藤村和田ボールを浮かせて西返す、和田がこれを決めるか、いや右にそれた。鮮やか、見る人たちの心を奪うプレー。右足なら藤村、左足なら新保という場面です。新保直接狙ってきた、右手一本でファインセーブ、青木です。さすがのこの左足、巻いてきたボール完全に枠は捉えていました。青木がよく反応してみせました。さあ新保のコーナーキックです。インスイングのボール、ヘディングシュート、貝が飛び込んできた。しかしバーのわずか上、天を見上げる。はい、このゲーム呼ばれて藤村キープ、左へ新保の低いクロス、こぼれたボール藤村のシュート、青木ファインセーブ。こぼれてさあ湯気のシュート、ここも枠は捉えきれず。佐藤が残して藤村が左へ新保のクロス、こぼれてきたボールはさあ藤村がコントロールしながらコースを狙っていきましたが、藤竹のヘディングでしょうか。こぼれたボール今度はダイレクトで